呂布殿、曹操軍の本隊が許屋城を占拠したとの報が入りました。なんと、この城への兵はおとり、おとりだったと。ふん、どこに現れようと俺の敵ではない。行くぞ、許屋城を奪還する。呂布殿、敵は多勢、固執されてはあまりにもあまりにも危険ですぞ。今こそこの玉の力を使うべきです。麗華殿、あの玉の持つ力は何なのだ。あれは土か。おそらく大地を揺るがす力があり、使い道を誤れば味方にも被害が出てしまう。確かに土ね。気味が悪いわ、効力まで当てて。え、そりゃ五行で残る力を考えて、あと色味から言ってもそんな力感だと。味方にも被害が出るか。陳旧殿が使いどころを間違えなければよいが。南条は許屋城を制すためのおとりであった。それを察せぬ愚昧な輩に演習は過ぎたもの。全軍速やかに呂布を打ち払うのだ。フッ、それで勝ったつもりか。そうさ、くだらん策でしか城を取れぬ腰抜けめ、俺がひねりつぶしてやる。お待ちくだされ、呂布殿。お一人で突出してはなりません。ここは全軍の歩調を合わせ戦線を。やかましいぞ陳旧、戦線などとくだらんもので邪魔をするな。やつらの相手など俺一人で十分だ。
けなどもめ、死にたい奴から来るがいい。
も道を塞がれては困る。このままでは。落葉を包んだ炎同様、制御できぬ力は敵味方問わず甚大な被害を生んでしまう。砲玉を故意に用いるのは危険すぎるな。おお、なんというなんということか。状況を好転どころか悪化させるとは。もはやここまで。我らは北へと撤退しますぞ。南城は虚野お待ちくだされ緑
助かった。
はやを。楽。私の忠告を聞かなかった当然の結果ね。自らの器も測れず力を寄せると過信した。なんとも愚かね、人間は。あれほどの力が彼女の持つものを除いてあと3つもこの大陸のどこかにあるのか。
せられるなどとは思っていまい。俺が引導を渡してやる。貴様は戦場で死ね。曹操め、憎いほど憎いほど周到ですな。撤退路さえも抜かりなく抑えるとは。脱出地点か。けっ、曹操め、お前をコケにしおって。この屈辱忘れんぞ。いつか勝つ。なんとか撤退できたな。しかし新郎新婦、えらい目にあった。人間の自業自得ね。同情の余地はないわ。それに曹操に力を奪われてしまった。私の忠告を無視したあの愚か者の仕業よ。なんとか曹操から玉を取り戻したいけど、今すぐってわけにはいかないよな。当面はどこかに身を寄せないと。当てがないのなら徐州へ戻ってみないか。戦いの中途で別れてしまった劉備殿、その後ご双剣か気になってしまうのだ。すっかり劉備殿に夢中だな、紫龍は。ひょっとして仁の志に惹かれたか。国を思い力を求め領土を争う諸侯は多い。だが劉備殿は力でも国でもない。目のなぜか同じ志を持ちたいと思ってしまう。そんな不思議な魅力をあの方は持っている気がするのだ。ほう、目の前の人々を救いたい。それはそれは立派なお志ですな。神宮殿、寄るところのない我らは難民も同じ。聞けば劉備殿も曹操に徐州を脅かされた経験がおありだとか。ならば同じ敵を持ち困窮する我らもぜひぜひ劉備殿にお救いいただきたい。いかがでしょう呂布殿。ふん、好きにしろ。承知いたしました。では
では皆様、足並みを揃えて助手を目指しましょう。寄るところねえ。ひょっとして狙いは。の追撃隊が接近中。間もなく交戦します。あと少しで劉備殿のいる可否へたどり着けるというところで。いやはや曹操もしつこい、しつこいですな。ならばここはひとまず劉備殿に援軍を頼みましょう。私が先に城へと向かいます。呂布殿や皆様はここで敵を食い止めてくだされ。石膏の報告によれば、追撃してくる曹操軍は本体ではない様子。おそらくあの力も持ってはいないでしょう。くだらん力で戦に水を差さんということか。ならば存分に暴れてやる。本体でないとはいえ、相手はあの曹操軍だ。追撃をかわすのは容易ではないだろう。この程度の窮地屈しはしない。私たちの部で活路を開く。
一緒に戦うっていいだな。いつもよりずっと力が出せる気がするだ。敵が随分と盛り上がっているわね。あれが団結しているということ？なぜこんなもので沸き立てるのかしら。同じ決意を持った仲間が集えば、何かを成し遂げようとする熱意が生まれる。人は集まることで前へ進もうとするんです。総主公、援軍として参った。殿の命により貴公らをここで撃つ。もう将兵たちの見事な奮戦ぶり、自分も遅れを取ってはいられぬ。どいつもこいつも勝手に助手へ押しかけてきやがって。じゃあね、曹操軍を追っ払えばいいんだな。一時はどうなることかと思ったが、観天自由とはまさにこのこと。カウ殿、張飛殿、助かりました。敵の援軍が到着して、いよいよ息健康に。来る前に決着をつけたかったけど、厳しい戦いになってきたわね。
サンオ殿、ジョイ殿、救援助かりました。しかし力を使わずとも、これほどの強さを持つ曹操軍にかなう者などいるのか。呂布殿、ようこそおいでくださった。道中さぞ大変な思いをされたであろう。できることがあればお申し付けくだされ。いやはや劉備殿、路頭に迷う我らを救援してくださったこと、心より感謝いたしますぞ。あんな得体も知れない連中を助けるなんて、兄者もお人よしが過ぎるぜ。おいチョウン、おめえなんであんな奴を連れてきたんだよ。ちょっと勘違いしないで、あいつが勝手についてきたの。鬼神と恐れられる呂布の武勇を得られれば、我らの軍は曹操にも対抗できよう。だが義父を二度も手にかけた不義の男が、果たして兄者に従うかどうか。そこがずっと引っかかってるんだ。俺も元いた遠州だって、陳宮が曹操を裏切って招き入れたから手に入れてるんだ。陳宮という男は最小限の犠牲で最大限の報酬を得ようとする。とするとこの助手入りは、まさかそんなことが。劉備様、兵の準備整いました。翌徳、先ほど円術殿が徐州へ向けて動いたという知らせを受けて、私と雲長で迎撃に向かう。お前は留守を頼むぞ。趙雲殿は私と一緒に来てくれ。待ってくれ兄者、呂布と留守居なんてできるか。俺もいっちまった。考えが間違っていなければ、この留守に呂布は絶対行動を起こす。シリ、俺は残るぜ。劉備殿を頼む。分かった、相手は呂布。無茶をしないでくれ。